ガラリンダ、デンガラリンダ、チャチャンガ、デンガラリンダ、デンガラリンダ、ダン。ここはトット王子の住むお城。トット王子またまたいつもの悪い癖で覗きを始めました。ところが今日は美しいカバのお嬢さんを見つけたのです。トット王子ポーッと来ちゃって、早速カバ大臣に命令して村の娘を全部集めてパーティーを開くことになりました。一方、こちらはお嬢さんカバのお家。猫たちは晴れ着の奪い合い。おっかない顔のママトットン。カバのお嬢さん、本当はこのママのママっ子だったのです。かわいそうなお嬢さんは一人でお留守番。そこに出てきたのは魔法使いのおばあさん。夜の12時までの約束で美しいドレスと素晴らしい自動車をくれたのです。美しいカバ姫は、おや、カバ大臣と仲良くなっちゃったよ。だけどカバ姫を最初に発見したのはトット王子。そりゃいけない。12時になると魔法が溶けてしまう。石段に大きなお尻の跡を残してカバ姫は帰ってしまいました。たった一つの手がかりでトット王子は姫を探します。ああ、大事な肩が割れちゃった。割れた後は姉さんたちにぴったり。やれやれ、石の割れ目が運の尽き。それにしてもウーマンリブってすざまじいもんだね。こうしてカバ姫は幸せになりましたとさ。